はい、今日もジャックポッター占いやっていこうと思います。コメントであったんでね、ヘルクラッシャーやっぱりやめてヒドラを入れました。ヒドラの方がねやっぱり、フィニッシャーとして使えるんじゃないかということでね、速攻2回攻撃だからね、相手を8点まで削れば速攻2回攻撃8点出て勝てると。そうするともうジャックポッターいらないんじゃないかっていう気がしてきますが、私の力見せてやろう。あとロト型じゃなくてフローラ型に変えました。あ、そうだね、ロトで、建物引こうと思ったんですけど、このビッグハンマーで引いた方がいいんじゃないかな。ベジターで一気にやっつけられる可能性がある。でも最初は重いから、これはビッグハンマーでいいかな。うん、まあまあまあ、どう攻めるか。私のターン。次はこれでいきましょう。ビッグハンマーでいこう。わあ、めんどくさいやつから来るんだな。俺のターンだな。捨てないといけない。いや、あいか。やれることはやったな。後ろに出せばよかったか。全てを無に。後ろに出したら生き残ってたのかな。そうだね、こういうやつがいるからな。いや、出しすぎでしょ。これはあれ、限界突破型ではないのか。フローラなしでいくか。どうしよう、これが出るから。いや、やれることはやったな。私のターンだ。デルカダールがいらないとも言えるが、どうしてくるかな。また無視。俺のターンだな。デルカダール地獄がなかなか良さそう。何叩くかが問題だな。これが殺されないようにするには叩くと1点食らっちゃうか、2点ぐらいで済ませたい。まあ、これは控えてもいいだろう。これで両方生き残ってくれたら嬉しいな的な感じで。これ毒でも生き残るんじゃないかなっていうので2点残しました。うわー強い。こっちを止めるんだ。なるほど。よし行くぜ。あー、じゃあここで後ろに出すか。2枚捨てないといけないの。きついな。結局ジャックポーターいらない。いや、ジャックポーターにかける。これでしょ？もう1枚捨てるのきついな。次ジャックポーターにかける。こっち捨てるか。仕方ない。これ殴らない方がいいんじゃないかな。私のターン。次ジャックポーター占い行きます。もうゲルだとかその関係なし。2枚捨てないといけないから、もう結局全部捨てないといけないと思う。これは毒でやられちゃうパターンか。何してこない。闇への雲、あ、向こうも大したものがないと困っちゃったけ。ああ、どんぐり毒、それはどうでもいいとして、僕で死なないようにしておくのが正解だった。これじゃあここっていきますよ。あ、いいね。これ捨てて2枚捨てても相手の特技を
すげえ手札がカツカツだ。選べない。よし、捨てて。いいね、オリハルゴンとか。うわー、あれも強いし。感謝しよう。なかなかいいよ。オリハルゴンとかすごいんじゃないこれ。自分の探知中、味方リーダー攻撃力3を得る。全力に。いいね。消滅されなければ、これもいいしね。アモスも。モンストラムに変身するアモス。まあ、とりあえずオリハルゴンから行こう。よし、行くぜ。うーん、違反行動想定してないでしょ、これは。これ強い。めちゃくちゃ、これジャックポット占い勝ちじゃない。いいぞいいぞ。さあ、なんか出てきても大丈夫だよ。この暗黒の連鎖があるからね。どうするの。うわあ、強い。か弱き鼻戸吹き飛ばしてくれる。いやあ、惜しいな。非常に惜しいな。6点与えられるから。チャンスはある、チャンスはある。足元には気をつけない。どうするか、これ。いや、こっちにかけよう。あんまり俺を怒らせるなよ。それで8で踏破するから、この踏破次第、まあまあ、よし、あと6点、なんとかなるか。何にするか。さてと、捨てて、何か出て、グランマーズにかけるのもいいし、オリハルゴンが生きてればすごい楽しかったのにな。オリハルゴン、ここに置けばよかったんだな。そうすれば、あとこの2点目さ。魔力解放。これはあれか、ゼルドラド。こいつらがこう殴る。いでよ、我が血族。さあ、あと6点なんか出るか。無視した。無視した。無視するとチャンスあるぞ。盗むか、これは。盗むか。盗むか。5点入るかな。この辺もダメージ与えられれば勝てるってことだね。盗む。隙だらけだぜ。ポイズンキスじゃないんだよな。供物でもないんだよな。じゃあ、グランマーズ先の方が良かったな。夢占い師の力見せてやろうかね。水晶玉よ、カイロさんの来た。カイロさんとか知らないな、これは。カイロスハント、カイロスハント、スノーベビー。もう時間がね。殴って、これはオリハルゴン勝ち。来た、これこそジャックポット占い。なぜ相手がここを倒さなかったかっていう気がするけどね。グランマーズ、オリハルゴン、完璧だった。わあ、もう一個勝てば、もう一個勝てば、ダイヤだ。よし。今回は完璧だったね。これで負けたくないから、こうやめたいところだが、もう一回こう、ダイヤに行く瞬間が見れるか。
あれでもよかったんだね。なんだっけ、ヒドラ引いてもよかったんだね。私の力見せてやろう。高校ベルカダールいいね。ベルカダール盗む、盗むは最後の、いや最初に盗むでもいいな。いきなりゲルダを出したいな。私のターンだ。だから俺のターンだ。最初はベルカダールで。で次はギルダで行くと。イエーイ。アンデッドガーデン2個出したってことか。いいね。メウシがちょうど捨てられるから、ギルダを後ろに出す。お宝の匂いがプンプンするじゃないか。やれることはやったな。私のターンだ。盗む盗むでも面白いことになりそうだな。それ。でもあれがめんどくさいんだよな、やっぱりブラックベジタがね。いつもやだな。行くぜ。盗む。好きだらけだぜ。レジェンドあたり盗まれて面白いんじゃない。地獄いいね。地獄いいね。もう一回盗む。好きだらけだぜ。ホメロスいいな。ホメロス勝ち形になりそうで。殴る。捨てるのはこれ。いいよ。ゲルダ活躍してるよ。はあ。あんまり俺を怒らせるなよ。ブラックベジタになるじゃん。この邪魔。今やっつけとけ。もう時間がね。なかなかいいんじゃないか、これは。いい流れで進んでいる。これでホメロスが出せればって感じだな。で次地獄で守り、同じこと考えてる。殴らないが正解かな。俺のターンだな。いやでも面白いな。地獄深くしておいて、ちょっとゲルダー死ぬのは悔しいから引いて考える。あ、じゃあクボタいいね。ここは殴らずにゼルカダール、さらに先にゼルカダールだったな。殴らずに守るか。無だ。全てを無に。ジャックポッター行けばいいんだけど、これを出したい。ホメロスを出したい。あとこのスノーベビーをすごい使いたい。ベジター来るかな。これ来そうだな。ベジターじゃ倒しきれないでしょう。ああ、そういう技で来る。あー、うまい。これ全処理。これはずるいな。さすがにいいだろうって感じだな、これ。うまかった。いやー、爆弾小僧か。めっちゃ強えな。盗むか。まずめんどくさい地獄からやっつけるか。ってんだからな。いやー、あんなうまく回るもんなんだな。いや、悔しかった。だったら殴った方が良かったって感じだね。
とりあえずどっちだ、まあ、2点の方やっつけど、やれることはやった。あ、これ間違ったな。こうやるとこれを使われちゃうから、これを使われちゃうから、これを使われちゃうから、こっちに逃げた方がよかった。まあ、使ってはこないだろうけど。わあ、強っ。攻めるか。これじゃあコッターでしょう。じゃあコッターでしょう。ここは。あ、待て待て、まず回復してから。痛いの痛いの飛んでけ。あ、地獄もいいね。地獄の方が先かこれは。テンション上げとくのもいいな。うん、テンションも上げたいな。悩ましい。もういっちゃ。無だ。すべて。いや、面白くなってきたよ。セフメロスで。一緒にプレッシャーをかけられる。わ、お互いホメロスか。神程度のコソ泥が俺に勝てるとでも。あ、ここ殴ってくるってことを想定するんだったら邪魔はさせぬぞ。ああ、僕はホメロスですね。きついなあ、きついなあ。いでよ我が血族。向こうもホメロスだったか。魔力解放。闇への供物。うわあ、ホムラス使わせない。うめえな。これが闇の力だ。俺のターンだ。もうジャックポッターで行くしかないか、これ。それか盗むか。ジャックポッターやったところでって感じだね。捨てないといけない。あ、これか。これも捨てるからなかなか面白いことができるかもしれない。さあ、なんか面白いの出ろ。カイロスハントじゃないだろう。なんだか照れちゃいます。私のターン。いまいち。レジェンドはクリフト1枚だけ来た。あと相手から奪ったのがこれ。倒壊しちゃった。倒せる。ああ、うん。さらに3点ガリンガー魔王てくれる。これが闇の力だ。プラス毒。うわあ、きついな。よし、行くぜ。このクリフトで何とかしたいところだが、そうもいかない。ガリンガ、貴様ともあろう者がそこで何をしている。2点。ソラヤ。1点。ああ、でもエビっぷり引かれて終わりだな。その前にもう俺が倒せないからどうにもならないんだけど。15あるからね、好きなだけやり放題。くそー、悔しい。やっぱりね、エビっぷりくるよね。ロザリー様が。さあ、究極の進化を遂げ目覚めよう。クリフトしか今回は来なかったのか。さっきのが
すげえ当たりだったんだな。オリハルゴンとグランマーズ完璧だったよな。俺もまだ爪が甘いな。はい、惜しかった。あー、くそ、ダイヤ目前で。ということで次回また。